ようアリス。こんにちはキリト。そうだ、少し時間はありますか？稽古に付き合ってほしいのですが。稽古か、いいっす。あ、キリト君ここにいたんだ。アスナ。こんにちはアスナ。キリトに何か用ですか？こんにちはアリスさん。ええ、一緒にお昼を食べようと思って。でしたら日を改めてください。キリトはこれから私と稽古に行きますので。アリス、そんな挑発しなくても。もうお昼なのに？キリト君はお腹空いてると思うけどな。アスナまで。2人で話していても仕方ありません。ここは本人に決めてもらいましょう。確かにそうね。キリト君、お昼と稽古どっちにする？稽古でお腹を空かせた後、みんなでお昼にしよう。ダメでしょうか？まあいいでしょう。アスナの件にも多少の興味がありますし。食事は稽古の後でも遅くはないしね。キリト君が言うならそうしましょう。どうしてこんなことに。さすがだなアリス。いえ、キリトの方こそ見事な剣さばきです。こちらこそありがとう。次はアスナの番だ。アスナ、どうかしたか？キリト君、少し動き変わった？この世界に来てから本物の剣士と戦ってたからな。そっか、また強くなったんだね。ええ、キリトの戦いぶりは素晴らしいものです。今のキリトについていけるのは、まあどれだけ強くなっても平気かな。キリト君と私はずっと一緒に戦ってきたんだし。そうでしょうか。あなたとキリトのこれまでを疑う気はありませんが、見たところあなたの剣には重さが足りません。それを言ったらあなただって手数が足りないように見えるわ。そのようなことはありません。剣の一振りが強力であればどのような局面にも対応可能です。そしてそれは誰かと協力する場合でも同じこと。そうかしら。私は正確さ、そして手数こそ汎用性が高いと思う。支援も攻撃もどちらも可能だもの。この手数手数と言いますが、それは技の多さで一撃の軽さをごまかしているに過ぎないのでは？それはどういう意味かしら。第一、私の一撃は軽めでも連続技だと総合的な強さは同じはずよ。ほう、そうきましたか。では先ほどあったあなたが私の剣について言った、言わせてもらいますが、私の技でも支援は可能ですよ。二人とも喧嘩は良くないといい。こうなったらキリト君に決めてもらいましょう。キリト君ならより正しい答えを出してくれるはずよ。確かにそうですね。キリト、どっちの方が優れているか決めてください。俺？バランス、いや、均衡の取れた攻撃が一番じゃないかな。バランス？それは結局どういった意味でしょうか？手数が少なくて一撃が重い技、それとも一撃は軽いけど手数が多い技。キリト君はどちらがいいと思っているの？均衡を取れと言われましても、無駄な手数を増やして一撃の精度を落としたくありません。無駄？私だって妙に一撃を重くして攻撃の幅が狭まるのは良くないと思うな。ダメだ、全く相入れる気配がない。そうだ、そろそろ何か食べに行かないか？2人ともお腹空いただろ。はあ、確かにもういい時間ね。いいでしょう。稽古は終わりにして食事にしましょうか。だからなんでこんなことになって。さて2人とも何か食べたいものはあるか？そうね、せっかくだから私が何か作ってあげるよ。うわ、本当か。アスナの手料理はうまいからな。楽しみだ。そうなのですか。それではお手並み拝見といきましょう。ふーん、じゃあアリスさんは料理もできるのね。いい機会だし食べさせてもらえないかしら。ええ、喜んで。ですが私もあなたの実力を知りたい。ここは一つ料理対決ということでいかがでしょう。いいわ、受けて立とうじゃない。それではキリト、審査員をお願いします。料理が終わるまで待っててね。おい、二人とも行ってしまった。お待たせしました、キリト。お待たせ、キリトくん。ありがとう、二人とも。すごく美味しそうだよ。アスナ、繊細な料理の数々であろうことは認めますが、アリスさんこそ一品のみの豪快さは見栄えするけれど。ほほ、飽きられる。なんですって。かなり言いづらいんだけど、ちょっとアリスさんの料理は豪快すぎるわよね。どういった意味でしょう。そうね、見栄えはいいけど工程としてお肉の塊をそのまま焼いただけなんですって。これはれっきとしたお料理です。第一、肉の塊を焼いて何が悪いのですか。きちんとネッソとフーソを頃合いよく混ぜて熱しま。やっぱりお肉の塊を焼いただけじゃない。肉が柔らかくなるよう新生術でかなり調整を行っています。その時点で工程と認められるべきではないでしょうか。まあ2人ともそれくらいでは。キリト、どうぞ召し上がってください。その後どっちの料理の方が美味しかったか分かったからごちそうさまでした。どっちの料理も美味しかったよ。そのような感想は求めていません。それでどっちの方が美味しかったの。いや、それは、どっちも最高かな。曖昧な感想は求めていないと言ったでしょ。そうだよ、キリト君、君がはっきりしなきゃ勝敗はつかないんだから。そう言われましても。いいえ、キリトに決めてもらわずとももっと分かりやすい方法があるではないですか。言われてみればそうだわ。もうそうする他にないみたいだし。ちょっと待ってくれ。決まっているでしょう。稽古場です。やっぱりお互い剣士なんですもの。最後は剣で決着をつけるしかない。そんな俺が煮え切らなかったせいで二人は。遠慮はいらないわ。お互い全力でいきましょう。もちろんそのつもりです。それでは始めましょうか。待ってくれ、二人とも。邪魔しないでください。これは私たち二人の戦いなの。いくらキリト君でも止められない。いや、俺は二人を止めに来た。二人のどちらが優れているか決めたんだ。キリト君？キリト。俺が選ぶのはやっぱり待って。なんていうか、ほら、そんなに急いで決めることじゃないっていう。そう、その通りです。決して自分が選ばれなかった未来を想像したわけではありません。そう、その通り。それに私もアリスさんもいつの間にか力比べになってしまう。むしろ2人とも強いことを喜ぶべきだよね。ごめんなさい、アスナ。こちらこそごめんなさい。よかった。なんだかお腹空いてきちゃった。言われてみれば私たちは何も食べていませんね。私はパイの気分かな。パイですか。しっかりとか。私こそ甘いもの。お二人とも。そうだ、キリト君が俺はお腹いっぱいだから。キリトは食べる必要はありません。こんなことなら無理やりにでも決断。